ピエール・デュポン・ピエール・デュポンは、フランス革命戦争及びナポレオン戦争期、フランス復興世紀のフランス軍人。兄のピエール・アントワーヌ・デュポンと共に、フランス軍の将軍となった。シャラントケンシャバネで生まれた、彼は1784年に、フランス軍に入隊し少尉となり、その後マイユボアの砲兵隊の中尉となった。この頃はオランダでプロイゼンと退治した。 1791年7月21日に、ジャンバティスト・ドロシャンボーの指揮下の不評を第12連隊に所属した。同年10月10日には、リールのシャルル・フランソワ・デュムーリエの指揮下、ディロン将軍の北部方面軍に所属した。1792年1月12日には隊員に昇進した。4月29日に、ベジューからの撤退の際には、ディロン将軍が戦死した中、 撤退を行った。その後亡くなったディロンの弟のアーサー・ディロン将軍の下でバランシエンヌでの戦闘に勝利。6月10日にはルイ16世から三類騎士十字章を受章した。これはルイ16世が生前に授けた最後の勲章であった。1792年9月20日のバルミーの戦いに加わった後、ベルギー方面の部隊長となった。部隊は ヨークコーフレデリックに包囲されているダンケルクを救出するために行われた1793年9月8日のオンショットの戦いに参加した。9月13日、彼の部隊は明年で法遠道への部隊に包囲され敗れた。その後退役した、彼は1795年10月31日、ラザールカルノーより順序に任じられた。1797年には、 師団長となった。1799年11月のブルメールのクーデターでナポレオン・ボナパルトを支持した。彼は1800年4月1日にルイ・アレクサンドル・ベルティエの指揮下の予備軍に配属されて5月にはバールの要塞を攻撃した。6月14日のマレンゴの戦いに参加した後、ミハエル・フォン・メラスを追撃した。彼はアレッサンドリアなど。 民著側までの12個の要塞を脱取した。8月15日には、ジャンバティスト・ジュール男将軍によって、イタリア方面軍の右翼の指揮官に任命された。ギヨーム・マリアンヌ・ブリューヌと共に、トスカナ地方を攻略。10月15日には、フィレンツェに10月23日には、リボルノに入場した。民著側には依然として、ハインリヒ・ホンベレガルでの7万人の部隊がおり、 ガルダコとマントバを睨んでいた。アルプス山脈を越えてきたジャック・マクドナルドの部隊にブリューヌが合流し、ミンチョ川、アディジェ川にオーストリア軍の防衛ラインを交代させた。北上して本隊と合流した。彼は右翼に配置されバレッチョの橋梁をダッシュ。12月25日のポッツォロの戦いでも勝利した。1801年1月22日、彼は イタリア戦線を離れ1802年3月22日には、メジエールの第二師団長、1803年8月30日には、ミシェルネー指揮下にあるコンピエーニュの第一師団長となった。同年12月12日、彼の第一師団は、モントレーユに移動。1804年6月14日に彼は、レジオンドヌール勲章を受章した。ウルム戦役での各国軍隊の移動大陸軍が、 結成された際、彼は、ネ姉の、第6軍団に所属することとなり1805年9月26日には、ローターブールに駐屯した。ドナウ川上流のウルムにいるカールマックの、オーストリア軍が、フランス軍がシュバルツバルトに到着する前に、ドナウベルトへ撤退し、ウィンに駐屯するミハイル・クトゥーゾフのロシア軍と、合流するのを防ぐためナポレオンは、イラー川での戦闘を決心。デポンは、 ドナウ川の砂岩を制圧するよう命じられた。彼の部隊は3個不評連隊、2個騎兵連隊、数門の大砲しか持たない6000人でありウルムのマックが6万人の全軍で押し寄せた場合、危険となる任務であった。10月11日に行われたフェルディナンド大公の率いる2万5000人とのアルベックの戦いで彼は激戦の末、4000人の捕虜を確保する活躍を見せて、 オーストリア軍がウルムからボヘミアへ撤退することを阻止した。10月13日にナポレオンがウルムに到着すると、ドナウサガンにいるデュポンの軍が孤立していることを知り、ネイにデュポンとの連携を取るように命令。10月14日にエルヒンゲンの戦いで彼らは勝利しウルムの包囲網が完成した。ウルムの戦いの後、彼の部隊はオーギュスト・マルモンの軍団と共に進軍し、その後、 エドアール・モルティエの指揮下に入った。11月11日には、数で大幅に勝る相手とのデュルンシュタインの戦いで、部隊は大打撃を受けたが前線した。この時の大損害を受けたため彼は、アウステルリッツの戦いには参加しなかった。1806年10月5日に彼は、第一軍団長のベルナドットの指揮下に入り、イエナ・アウエルシュタットの戦いの後、 ビュルテンベルク港を率いる残兵1万8000人と晴れで破った。この時彼の部隊は驚異的な速さで進軍しビュルテンベルク港の部隊がザーレ川の対岸に撤退するのを阻止した。この戦いで彼の部隊5000人に対して高地にいるプロイセン軍は1万2000人と劣勢だったがデルロンの来援により勝利した。11月6日にリューベック郊外の戦闘に 勝利、1八百七年二月二十六日には、ブラウンスベルクの戦いで、捕虜二千人、大砲十六門を六角した。六月十四日のフリートラントの戦いでは、ビクトールの指揮下で戦い突出した、ネーの部隊の危機を救った。彼は一万九千二百六十一人の部隊の指揮官となり、同年六月三十日、ワルシャワ大砲となった後、九月十五日には、 ベルリンの上級指揮官となった。9月23日には新たに5882人が彼の指揮下に入った。バイレーンの戦いでの幸福ティルジットの和訳の後、フランスに戻り、第二軍団長となったジロンド県に駐屯した。彼はスペインに派遣された。彼は12月26日にビトリアガステースに到着。翌1808年1月12日にはバリアドリットに到着した。 3月10日に彼と19000人の部隊は、ハノーファーから出発し4月11日には、アランフェス、24日には、トレド、6月2日には、アンドハルに到着した。マクシミリアン・セバスティアン・フォアは、当時のことについて、半島戦争ではデューポンより階級が上の人物はおらず、アンダルシア地方へ彼が出発した際に、カディスを占領し、 原水杖を授かることを誰もが信じていたという。1808年のナポレオンとカルロス4世、フェルナンド7世との間で行われたバイオンヌの会談以降、スペインの人民はフランス帝国に対して不満を高め、1808年5月2日にマドリードで放棄、アストリアス、ガリシア、レオン、カスティーリアでも次々と放棄した。コルドバに進軍していた、 彼は1万2000人の兵と共に、スペイン軍4万人と遭遇し、アンドゥハルへ撤退した。彼はそこで貴重な時間を費やしその後、バイレーンに赴いたが3万5000人のスペイン兵に包囲されていた。7月19日から続いた4日間の戦いの後、7月23日に2万人の兵と共に降伏した。これは、大陸軍初の降伏であったため、 ナポレオン一世は我々の軍機を汚したと猛烈に起こり、そして9月21日にトゥーロンに帰国したデューポンを大逆罪で逮捕させた。デューポンは11月15日にパリへ移送された。彼に対しては寛大な処置を求めようとする他の将軍たちもいたが、ジャンジャックレジド・カンバセレスはこれを阻止した。彼は罪に問われ、銃の要塞に投獄されることとなり後に、 幽霊に移された。1814年、ナポレオンの大位によって釈放されて、5月12日に、ルイ18世のもとで、陸軍大臣に就任した。経済的理由により、10万人の兵士を無期限給食とし、将校たちの身辺調査を実施、ナポレオンへの忠誠心が高い可能性のある1万2000人を、給与半減の給食とし、別の職に就くことも禁じた。 12月13日にニコラジャンドデュースウルトと交代した。100日天下ではオルレアンに避難し、ロアール軍を指揮した。第二次王政復古で再び国務大臣となり、国王数密院のメンバーとなった。ありがとうございます。